ラッシュはカナダ出身のスリーピースロックバンド。同国の国民的グループであり、北米におけるプログレッシブロックの先駆者としても知られる。母国最大の音楽賞、樹能賞を数多く受賞し、1994年に同賞の殿堂入り。2013年にはロックの殿堂入りも果たした。イタリアミラの公演カナダオタワ公演カナダトロント。 公演1968年、トロントの郊外ウィローデールにて、アレックス・ライフソン、ジェフ・ジョーンズ、ジョン・ラットジーの3人で結成。同年、ジェフ・ジョーンズが脱退し、2代目ベーシストとして、アレックスの友人エディ・リーが加入。1974年、結成6年目にプロデビューを果たす。デビュー後、アメリカツアーを前に、ドラムスがニール・パートに変わり、以降、 不動のラインナップとして現在に至る。彼らのデビューした1974年当時は、レッドツェッペリンの前世時代で、彼らも類に漏れず、ツェッペリンの影響を強く受け、デビュー当初は、レッドツェッペリン直径といえるストレートで骨太な、サウンドの典型的ハードロックバンドであった。しかし、記者などからは、カナダの新しいまた、ツェッペリンとは違った音もこの時から感じられたという。 デビューアルバム発表のほとんど直後というタイミングでドラムスがニールパートにメンバーチェンジしたことがバンドにとっての転機となった。彼は哲学的な詩をバンドに提供し、これをサウンドで表現しようとすることが動機となり、その後プログレッシブロック的な発展をしていくこととなる。アルバム Farewell to Kings ではシンセサイザーを用いている。 ハードロックバンドとしてのキャリアの集大成となるのが、西暦2百1二年であり、自作、フェアウェル・トゥ・キングスでは、より、プログレッシブロックのサウンドを試行していく。この頃の歌詞は、ファンタジーや SF を題材とするものが多かったが、作詞を担当する、ニールパートの読む書物はヘミングウェイなどの現代、文学へと移っていった。収録の最終曲、シグナスイチブックチ』を、 対策主義的曲になることを匂わせた上で、2B コンティニューー d としてしまった。実際この段階では自作を構想しており、この予告編として、これを入れたのである。自作、神々の戦いに収録された、続編となる曲である、シグナス X-1 ブック2ヘマスフィアーズでは、その後のニールパートの歌詞の作風となる、少ない単語で端的に言い表すものに変化しつつある。 演奏面においては、イエスやキングクリムゾンといった難解な演奏をするプログレッシブロックからの影響を受けた長編曲で複雑な表紙記号の変化を特徴とする非常にダイナミックなものになっていき、これはラッシュの特徴となっていった。アレックス・ライフソンはクラシックギターや十二弦ギターを導入し、ゲディ・リーはバスペダルシンセサイザーとミニモグを導入、ニールパートのドラムセットも トライアングル、クロッケンシュピール、ウッドブロック、ティンパニゴングなど多様化していった。自作、パーマネントウェイブスでは、レゲエやニューウェーブの要素を取り入れ、今までのプログレ路線から大きく路線変更した。その背景としては、シンセサイザーの導入が増えたことと、レーベルの強い意向もあり、ラジオで流すことのできる短い曲を収録したことが挙げられる。そうして生まれたのが、 ザ・スピリット・オブ・ラジオやフリー・ウィルであり、この耳馴染みやすいポップな歌と技巧性の高い演奏複雑なリズムアレンジとの両立が以降のラッシュのスタイルになっていく。ニールパートの歌詞は前作神々の戦いですでに見られていた現代文学からの影響をより色濃く反映するようになり、空想的な話や空話的なものではなく人間的。 社会的なテーマの探求に重点を置いたものになっていく。パーマネントウェーブスは前述したシングル2曲の貢献もあってバンド初の全米トップ5を獲得した。翌1981年に代表作となるムービングピクチャーズをリリース。全米3位を記録し、トム・ソーや YYG、ライムライトなどバンドの代表曲となるものも生まれ、人気は頂点に達した。 以降、八十年代のラッシュのサウンドはシンセサイザーを中心としたものに変容する。バンドは新しいプロデューサーであるピーター・コリンズを招き、ゲディ・リーによる複数のシンセサイザーのサウンドを重ね合わせたものを各とする。九十年代からはギターサウンドに回帰したアルバムを出すようになり、九百九十一年に発表したロール・ザ・ボーンズではファンクとヒップホップの要素を見せ、 インストゥルメンタルトラック、w h e ズマ s m ング i n g s ではいくつかのジャズの要素を取り入れている。このように時代に合わせてサウンドを変化させながら順調に活動していたラッシュだったが、1997年のテスト4エコーツアー終了後、娘を交通事故、翌年妻をガンで立て続けに失う不幸がニールを襲う。悲嘆に暮れたニールはバンド活動への意欲も失い。 1998年にバンドは活動を休止する。その間ニールパートは放浪の旅に出てバイクで北米全土を旅した。一時期は完全な解散も示唆されていたが2001年に活動を再開し翌年ベーパートレールズを発表。音楽性は純粋なハードロックサウンドへと回帰した。最新作クロックアークエンジェルズはハードロック調の楽曲に ストーリー性を持たせた歌詞を載せたコンセプトアルバムというプログレ時代を彷彿とさせる作品となっている。2015年にデビュー40周年記念ツアー R40 を開催。ニールの懸賞縁悪化のため、これがファイナルツアーになると発表された。ただし解散ではなく、今後も創作には意欲を示した。2018年、ゲディリーがインタビューで、 ニールパートがドラマーとして完全に引退したことを明らかにした。2020年1月7日、ニールパートが脳腫瘍のために逝去。ジュノアワードオフィシャルサイトより、ノミネートはほとんど毎年されているので割愛。ありがとうございます。